静岡サービスエリアは、静岡県静岡市青区にある、新東名高速道路のサービスエリアで、コンセプトは、ハートフロアシスである。静岡 SA スマートインターチェンジが併設されている。下り線の施設は、上り線側に設置されている。また、本線投資施設までのランプはカーブがうねっており、投資施設本線は施設と上り線の間を通って、 急カーブを U ターンする形になっているため、速度には注意を要する。駐車場は長時間駐車などによる深夜帯を中心とした大型車の駐車マス不足など、駐車エリア全体の混雑が顕在化していることから、大型車駐車可能台数を約2倍に増やすなどの駐車マス増設工事に着手し、2019年12月25日に完了した。 静岡 SA スマートインターチェンジは、当サービスエリアに併設されている、スマートインターチェンジである。スマートインターチェンジの設置箇所に採択され、2012年4月14日から、上下線ともに、アクセス道路と接続する、出入り口が設置されている。いずれも、市道への接続だが、ほどなく、静岡県道207号奈良間って、越線及び、 静岡県道209号静岡浅日奈藤江線に通ずる。右手に上り線が見えるため、ランプには東京方面はいけませんという標識が設置されている。現在の JXTG エネルギー。ABE1A 新東名静岡サービスエリア、浜松サービスエリアの駐車マス増設工事に着手しました大型車駐車可能台数を約2倍に増やします。 中日本高速道路株式会社。2019年4月25日閲覧。E1A 新東名静岡 SA 浜松サービスエリアの駐車マス増設工事が2019年12月25日に完了しました大型車駐車可能台数を約2倍に増やし、ダブル連結トラック優先駐車マスを整備。中日本高速道路株式会社。 2019年12月25日閲覧。バイオディーゼル燃料導入のモデルケース、店舗情報店舗情報参考文献、現地無料配布パンフレット、ネオパサ静岡フロアガイド静岡、SA スマートインターチェンジに関するカテゴリー。ありがとうございます。